それでは第5回AIC の方を始めさせていただきたいと思います。本日はゲストに、中央区議会議員新しい党の高橋元気氏をお迎えして、開催したいと思います。本日ありがとうございます。よろしくお願いします。本日のです、ね、タイムスケジュールですが30分ほど高橋、議員にお話をいただいて、その後ですね、中央区の行政評価というものが、情報開示されてますので、グループワークでそちらの方の検討を皆さんでしていただき、その中から見つけられた課題をもとに高橋議員に、今後来年の統一地方選挙に向けての、公約作りの、参考になるような提言を皆さんでやっていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。それでは、時間も時間ですので高橋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、ただいまご紹介をいただきました、中央区の区議会議員の高橋元気と申します。地域政党新しい党の代表も務めております。本日は東京減税会さんにこのような貴重な機会を設けていただき本当にありがとうございます。やはりですね、こういった取り組みはむしろ私が主催をしていかなきゃいけないぐらいにも思っておりまして、もちろん来年選挙があるというのはあるんですけれども、そもそもやはり政治家の一番の問題点というのはやっぱり言いたいことを言って言いっぱなしになってしまっている。選挙の前だけかっこいいことを言って、で例えば基本的には今回の国会議員の選挙もそうでしたけれども、歳出の話しかしないんですね。基本的には何億何兆円あればそれができるのか、いくら、お金がかかって、そしてそれをいつまでにやるのか。マニフェストに必要なのはやはり期限と財源を明示しなくてはいけないというのが前提としてあるはずなのに、それが全くされていない。でそういったお約束がないと、その選挙で何を約束したとしても次の選挙にはもう忘れてしまっている。結局はその4年間の振り返りということができないというのがやはり政治家の最大の問題点だと思っています。ですのでやはりこういった機会いただきまして、中央区がどういった行政をやっているのか、その事務事業を行っているのかというところを本当に皆様と一緒に考えていただけるということで本当にありがたい話だと思っています。私も中央区のまずは現状と課題についてお話をさせていただきたいと思っていますが、結局はそういったその行政施策が本当に無駄なのか必要なのかというのはやはりその区の背景というのをまずは理解していただいた上で、その上でどの施策が必要とされていて、逆に言うとどれが必要ないのかというのを見極めていかなくてはいけないと思っております。で先ほどご紹介もいただきましたが、来年の選挙に向けて私も、マニフェストを作っていきたいと思っています。その中でもやはり財源と期限を明示をしていきたいと思っていますが、それもやはり今、中央区の予算規模というのは大体1000億円から1200億円規模です。でやりたいことがあったとしてもやはり何かを削っていかないとやりたいことはできないと思っています。そのために今の施策で、不要なものがないか、あるいはここにもっとお金をかけた方がいいんじゃないかといったご意見をいただきたく、本日は、こういった、お話をさせていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。では早速ですが、中央区のお話をさせていただきたいと思いますが、もともと私はこの中央区の晴海にずっと住んでいたわけではなくて、そもそも神奈川県の横浜市に生まれております。で引っ越してきたのが大体10年ぐらい前です。もともと高校大学と慶応の卒業をしまして、で最近デジタルハリウッド大学の大学院に、入学をして卒業いたしました。それもですね、私ICT を専門としているというか、もともとその IT 企業上がりなんですけれども、自分でプログラミングを覚えて、そして、そういったゲームやアプリの開発に携わってきました。自分がやはり、もしくは政治家がそういった知識を身につけて、そして少しでもこの政治の世界に、もっと IT の、革命を起こしていかなくてはいけないという思いで、そういった専攻もしている次第です。やはり趣味も書いてありますが、やはりですね、僕もスポーツが好きなので、ぜひバスケとかサッカーとか好きな方がいたら、いろいろとお話ができればと思っています。でちょっと時間がないので、ポンポンといきますが、1期目ですね、2019年4月、3年前に当選をいたしました。新しい党というのが、もともと今の日本維新の会の政調会長であります、音喜多駿参議院議員が設立した政党ではあります。でただですね、いろいろとあってですね、音喜多さんが抜けてしまいましたので、私がその後の代表として、残務処理じゃないですけれども、この新しい党、今の中央議員7名を引っ張っていって、この新しい党というのがですね、
もう地方から改革をしていきたい、国会議員、国政はもちろん大事だと思っています。もちろん税金、減税のお話も基本的には国政マターだと思っていますが、一つの国政政党に固執をしてしまうと、やはり、それが、地方のためにならない時もあると思っています。その中央区のためになるのであれば、私は全ての国政政党と仲良くするべきだと思っていますし、衛生中立政党とも言っていますが、新しい党はその地方を改革するために、いずれは全員が組長になって、そしていずれはそういった国も動かしていくためには地方から政治を改革をしていこうといった志を持った団体でもあります。で、中央区をどう変えていきたいのかっていうのもあるんですけれども、やっぱりもっと行政や政治を身近にしていきたいと思っています。そして先ほども申し上げましたが、デジタル化、ICT 化にも私も力を入れていますし、そもそもやはりこの街づくりというのがやはりなかなか見えてこないんです。行政や政治に対して不安だったりとか不信感があるのって、結局は何をやってるのか見えないからだと思っています。そういったものをやはり私もすでにいつも毎日情報発信をしてますけれども、できる限り分かりやすく伝えて、できる限り身近な政治家を目指していきたいと思っています。なので、やはり僕のですね、こういったタウンミーティングとも言っていますけれども、中央区でもこういった中央区の施策を紹介したりとか、いろいろな方の意見を聞くといった機会を設けていきたいと思っておりますし、今日はもしかしたら中央区民の方は一人もいらっしゃらないかもしれないですけれども、どこに住んでいるか住んでなかろうが、やはり町の人たち、ツイッターの人もそうですし、いろいろな人の声を届けることが政治の、そして政治家の仕事であると思っていますので、そういった思いを軸にして私も日々活動しているような形です。で、ここからは中央区の現状と課題についてお話をさせていただきます。まず中央区の紹介です。中央区どこら辺にあるかというのは、ご存知の方もいればなかなかわからない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、東京駅の、八重洲口南側ですね。南側から、日本橋とかあって、築地があって、銀座があって、築地の下の方には、今月島や勝どき、晴海という地域があります。で、こちらの今、月島、勝どき、晴海全部合わせて月島地域と呼んでいますが、この月島地域に今、人口が集中をしています。後でご説明をしますが、タワーマンションを建てまくって人口が今、急回復をしているというような形なんですね。で、ただこの面積という意味で言うと、中央区というのは23区の中で2番目に小さい、一番小さいのが千代田区です。で、2番目に小さいので、本当に選挙の時もですね、車がブンブン通ると本当に幹線道路も2本ぐらいしかないので、本当にうるさがられるというか、歩いて一周できるぐらいの、それぐらいの小ささの面積を持っているのが中央区です。やはりこの日本橋を抱えた、要は江戸の城下町として商業を発展として栄えていたというような経緯がございます。なので今ではこう中央区ってちょっと結構銀座とかビルが立ち並んでいるイメージがあるかもしれないんですけれども、やはり日本橋を中心に発展してきたんですね。そういった商業、多くの老舗のお店だったりとか、文化や芸術をまずは軸として育ってきたような町です。その上で、あれも世界に誇る、日本が誇る銀座や築地や、そういった観光地、そういった商業の中心地でもあります。そしてもう一つ言えるのが、それなのにもかかわらず、やはり水辺の利活用というのも進めていくような、川に囲まれた立地でもありますので、やはりウォーターフロントでもあります。その交通の利便性やウォーターフロントといった豊かな環境を使って、やはり非常に面白いなと思っています。都会なんだけれども、それだけじゃない、豊洲とかにも見られるように、湾岸地域という綺麗な水辺を活用した、そういった、エンターテインメント、アミューズメントにも通じるような、そういった文化や観光を、基軸としていくような、今後の中央区の町の開発方針というか、そういった魅力があると思っています。で、やはり私も今勝どき晴海地域に住んでるんですけれども、あと電車はあんまり結構行きづらいんですけれども、バスで15分で東京駅に行けたりとかして、そういった交通利便性の高さというのがやはり人気で、結構引っ越しを考えていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思っています。で、これちょっと古い数字なんですけれども、今の人口が大体17万3000人です。
で、中間人口比率、まあ、中間人口というのがもちろんあの、昼間平日の昼間たくさんあの、都会からも、来て、まあ、オフィスの本社に、人が集まるんですけれども、そうなると、中間人口がだいたい4倍ぐらいまで膨れ上がります。でこの、やはり、中間人口も多いのだけれども、でもその周辺にすぐベッドタウンのように、タワーマンションが立ち並んでいるというのが特徴です。で区内の事業者としては、まあ、一番多いのがやはり築地があったことから、まあ、生鮮魚介衣服などの卸売業、そして金融業、保険業、あるいはまあホテルや宿泊業、飲食サービス業、情報通信業というのがもう主な会社の、まあ、事業者の、内訳になっています。で今17万3000人まで人が増えていったんですけれども、でこれがですね、17万2000人を記録したのが昭和28年でして、でそこからずっと右肩下がりで人が減っていきました。で平成9年、約25年前には、7万人まで減ってしまったんですね。これはもともとやっぱり、どんどんとその商業地域として、住宅を潰していて、どんどん、まあ、ビルを建てていった結果人が住まなくなってきたんです。でただこのままではもちろんあの自治体としてあの立ち行かなくなってしまうので、じゃあどうしようと考えた結果、やはりあの、施策として強力に、推進をしていったのが、そういった商業施設工場地帯を、潰していって、ほとんどタワーマンションに変えていきました。それが今の、勝どきや晴海地域、月島地域で、非常にあのもう本当に駅の周りにもう10棟ぐらい建ってるぐらい、あのタワーマンションが増えていったんですけれども、結果やはりそこで人口がぐん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 回復して、ようやく、去年、この17万2000人という昔の最高数値を超えたというような形です。で面白いのがこの、ね、やっぱり年齢の別の人口ピラミッドですね。これ多分小学生の時は、まあ、高齢化社会とかをイメージするとやっぱり下の底辺のところがあの高齢者の方が、あごめんなさい逆ですね、上の高齢者の方がやはり非常に大きい、人口ピラミッドを皆さん逆ピラミッドを予想すると思うんですけれども、中央区というのは、平均年齢がですね、23区中で最も若いです。 41.8 歳です。でやはりそれもやはりタワーマンションを建てて本当に30代、あるいは20代40代の若い、夫婦をたくさん、引っ越しを転入をしてきたため、平均年齢が一気に下がったんですね。まあ、10万人もそういったタワーマンションに人が住み始めたらそうなるよという話なんですけれども、まあ、結果やはりこの今、少子高齢化が進んでいる、ところではありますけれども、町として見たら最も、やはりあの高齢者が少ない、23区中最も少ない町であり、若い方が特に子育て世帯が多いというのが特徴でもあります。で今この月島地域を中心としてやはり人がどんどんと増えてきているような形ですね。で将来、これもですね、晴海というのがオリンピックの選手村があった町ですので、あのオリンピックの選手村が全部あのマンションに変わるんですね。そうなるとその晴海地域だけで1万5千人が増えます。それだけでなくタワーマンションまだまだ再開発の目処が立っています。結果、あと5年ぐらいでおそらく20万人は達成します。20万ちょっとで頭打ちになるんではないかと思われていますが、やはりどんどんと人口がこれからも増えていくだろうというのが今の将来の人口推計として、中央区もこの行政施策に生かしていくというようなところです。まあ、人口増加施策といえばやはりですね、あのタワーマンションを建てやすくしたんですね。ですね、容積を、集合住宅に使う容積率を緩和したというところで、やはりあのマンションを建てやすくして、でそのマンションを建てる場合は、まあ、上にどんどん高くあの建てられるようにしたんですね。結果やはりあの大規模な再開発が進んで、タワーマンションが建ち始めました。でただあの今約2年前にこの方針を転換しまして、あのマンションに転用するのではなく、できる限り商業施設に転用しようと、あるいは福祉施設といったところの優遇策を講じた上で、マンションを少しずつ抑制していこうというのが今の流れの、まあ、少しあのトレンドが変わってきたというようなところです。で、まあ、最もいいのがですね、やはりあの元々やはりあの、まあ、ちっちゃい、まあ、少しあの老朽化したマンションに住んでた人も、あのそこに大きなタワーマンションが建てたら、まあ、優遇してそこに住み始めることができたりとか、コミュニティファンドを作って、まあ、もう無理してお金を貸してあげられるような、そういった制度を作って、まあ、地元の方がそのままタワーマンションに住めるような施策を、実施をいたしました。結果今中央区ではあのマンションの集合住宅の比率が、90% 以上になっています。
で結局はこういった集合住宅に住んでいる人が多くて、で戸建ての一戸建てに住んでいる人が少ないというのが現状でもあります。さて次に、財政状況についてお話をしていきたいと思っています。でここ数年ですね、大体中央区の予算規模というのは1000億円を推移してきました。これもどんどん右肩上がりで伸びてきたところでもあります。ちょっとすみません、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないんですけれども、ただ、去年の、令和4年度の予算規模でいうと、今年度ですね、今年度については1200億円で、前年度については、結果的に1450億円になりました。で、細かいところはまたお話をしますけれども、なぜここまでお金が増えているのかというと、基本的には人口が伸びているからです。この今の予算規模というのを人口で割った場合に、23区中で確か千代田区、港区に続いて3番目に1人当たりで使える予算規模が大きい、つまりこう言ったらあれかもしれないですけども、比較的裕福な土地でも区でもあります。で参入についてはほとんどがですね、一般財源としては特別区税、特別区の交付金、そして、地方消費税交付金で形成がされています。ちょうどちょっと詳細はお話しします。でそれに比例して、予算についてもだいたい1000億円から、前年度でいうと1400億円まで膨れ上がってきました。でここで令和3年度の財政状況についてちょっと簡単に、細かいところをお話をいたします。だいたい1450億円規模での、予算となりましたが、なぜここまで膨れ上がってしまったのかというと、これの、上積みというか200億円ぐらいはコロナ対策です。例えばですね、書いてあるかな、こっちかな、ちょっとすみませんね、すいません、コロナでいうと臨時交付金というのがあったと思います。これが例えば1人10万円だとしたら、基本的に国から1回区が交付金としてお金を預かって、それを特定財源としてこの中に参入をしています。ですので、コロナがあったため200億円ぐらい、要は勝手に増えたんですね。なのでそこはあまり規模としては計算しない方がいいと思っています。でただやはりこのコロナもあったけれども、大体1000億円から1200億円ぐらい財政については、伸び続けています。でそれも一人にやはり人口増加による、やはり区民税の増収が一番大きいところですね。ここに書いてあるかな、そうですね、一般財源としては特別区民税や、特別区の交付金としてのお金は非常に大きいと思って、ちょっとすみません、ちっちゃくて見えづらくてすみません。で基本的にはですね、この自主財源と、特定財源というものがあります。自主財源というのは、中央区が自分たちで取ってくるお金で、特定財源、依存財源というのは東京都や国から降りてくる交付金ですね。だいたい今の規模でいうと 50%、 50% です。特別区民税と中央区が徴収するお金が5割、あとは国や東京都から、送られてくるお金がだいたい5割というような形です。ちっちゃいですね。細かいところで言うとですね、ちょっと細かい話は後にします。あと懸念点としては、やはりこの23区中どこもそうだと思うんですけれども、ふるさと納税による流出というのがだいたい今30億円ぐらいあります。で中央区も、中央区にふるさと納税してようというような施策を打ってはいるんですけれども、基本的には、そのふるさと納税をしてくれるかどうかは区に対する評価でもあるとも思いますので、やはり行政サービスをしっかりと充実をさせて、中央区に納税したいと思ってもらえるような、そういった取り組みをしていかなくてはいけないとも思っていますが、大体これも多分23区中、全区がですね結構悩んでいると思います。このふるさと納税によるマイナス影響というのが大体、本当に去年でいうと25億円ですかねぐらいありますので、だんだんとそのマイナスが大きくなっているというようなところでもあります。一方で歳出についてですね、歳出についてもだいたい1450億円規模です。主な用途としても、やはりですね、ここで言うと、投資的費用だったりとか義務的費用とか書いてありますけれども、やはり全て合わせて1400億円ですが、その中でもやはり特徴的なのが、中央区についてはですね、この晴海の再開発とかありました、学校を建てます。学校を建てるとなると、土地を買わなきゃいけない。
そういったところでの投資的費用というのがかなりかかっています。それが大体半分ぐらいと思ってもらった方がいいかもしれません。でやっぱりそういった必要になる、まあ、未来のために必要になるお金はあるんですけれども、ただ中央区の場合はそれは東京とか東京都と一緒になって無利子でそのお金というのを、特区財政調整制度というのがあるんですけれども、東京都からの特別交付金としてだんだん還元してもらう、その代わり東京都からお金を借りるといった事業をやっています。ですので、まあ、実質的に中央区としての負担はないまま東京都が25年ぐらいかけてお金を貸してくれる、そういったような形で本当にたくさんかかるお金というのは運用しているところでもあります。はい、でちょっとでこれもちょっとごめんなさい、これもちっちゃいですね。だいたいですね、中央区の予算をじゃあ1万円としたら、その1万円が何に使われているのかというのを表したのがこのグラフです。一番4分の1を占めているのが民生費。民生費というのが、どこに書いてあるかな、まあ、基本的には福祉保険費用ですね。つまり介護や子育てにかかる費用が4分の1で、あとは、企画だったりとか情報システムだったりとかオリパラ開催だったりとか、あるいはこの区民税の、まあ、徴収業務とか総務費用にかかるのが4分の1の総務費で、さらにその4分の1が、土木費、まあ、環境、まあ、土木や建設ですね。こういう環境も環境公園とかの方も含まれています。でさらにこの、これ8分の1ぐらいかな、8分の1ぐらいでいうと教育費、大体でいうとこういった福祉保険の費用、教育費、そして環境土木工事費用だったりとか、そういった建設の費用、そしてチラシの郵送だったりとか書籍の発行だったりとか、そういった総務費用で、中央区の予算というのは、まあ、大体どこも同じだと思うんですけれども、お金がかかっています。でただ皆さんもいろいろとご存知だと思いますけれども、この兵庫県明石市のようにですね、子育てに関する予算というのは私は増やしていくべきだと思っています。例えば児童福祉費といわれるこの子育てにかかる予算、中央区については大体120億円ぐらいなんですけれども、今予算規模が1200億円だとしたら、もうまさに純粋に子育てにかけているお金って10分の1でしかないんですね。ただ今先ほどの人口構成で言ったように、やはり30代40代の方々が増えている、子育て世帯の方々が増えているという状況を見たら、この比率というのは私はもう2倍ぐらいにしていくべきだと思っています。ただまあもちろん後ほど行政評価の話もしますけれども、このじゃあこの1200億円規模の財源の中で、じゃあこの例えば100億円はどこから削って持ってくるのかというような話をしっかりと考えなくては、やはり絵に描いた餅になってしまうので、こういったところの事務事業評価をしていくというところで、このバランスというのをこの状態から少しずつ変えていかなくてはいけないと思っています。細かいところも後でまた資料も共有させていただきますので見ておいていただければと思います。で中央区の実質収支比率、これは黒字か赤字かでいうと、中央区については基本的には黒字で成り立っています。だいたい 3% ぐらいを、次年度に持ち越すことができるような比率で推移をしています。でこれができるのは、もちろん行政というのはなかなか赤字になることってないんですけれども、義務的な人件費とかの経費等を除いて、ちゃんとしっかりと一般財源としてお金を回すことができるような財政状況を作っています。それができるのもやはり特別区民税、どんどん人口が増えているというところもあります。人口が減り続けてしまうと、やはり使えるお金というのがどんどんと少なくなってしまうので、それが今のところ問題がないというのは東京の強みでもありますし、中国の強みでもあると思います。で、最後に基金、大体中国の貯金ですね、貯金についてはこの比率で言いますと、大体の金額でいうと700億円ぐらい今基金としてお金を持っています。今の、大体 の予算規模が1200億円規模としたら、大体半分ぐらい、なんとかもちろん用途というのは限定されていますけれども、教育だったら教育に使わなきゃいけないというのは基金の積み立てですけれども、やはりある程度一般的にお金を蓄えているので、これも中央区は23区の中では、もっと蓄えているところももちろんありますけれども、お金がないわけではないというところも強みではあると思います。ただやはりこの今のコロナ禍の状況の中で、どれだけやはりまたコロナで急にお金がかかるかわからない、
国からまあ交付されているお金じゃ足りないということもありますので、そういったところで今なかなかお金を切り崩すのが難しいというところでもあります。前年度で言ったら大体30億円ぐらいかな、この基金から取り崩しをした上でコロナ対応を行ったような形ですね。なのでかなり今の見通しとしては、中国については区民税も含めて税収というのは伸びているけれども、全国的に言ったらやはり落ち込んでいるところも多いと思います。中国については基本的にはコロナになったとしても、外需は飲食業とか落ちたかもしれませんけれども、やはり内需というかコロナ禍の中になって、テレワークだからこそ伸びた業界もあったというところで、税収については大体トントンか、あるいはコロナがあったとしてもそこまで落ち込まずにいけたというのが、ここ数年での財政状況のお話であるかと思います。じゃあ最後にですね、ちょっと時間もあれですので、このお金をじゃあ財政状況については簡単にお話をしましたが、じゃあどういったところにお金をかけていくべきなのかというところで、中央区ももちろんこの予算の使い道というのを決めています。中央区のキャッチフレーズがですね、輝く未来へ橋を架け、人が集まる粋な街というところなんですけれども、僕は全然何を言ってるのかわからないというか、あんまりピンときてないんですね。人が集まる粋な街、粋っていうのは何を指すのかわからないんですけれども、ただ今人が集まっていますので、どの世代もやっぱりこの中央区に移り住みたいと思ってもらえるような街にしていきたいと思っています。で、一応中央区の課題としてもお話をしようと思っていますけれども、この中央区ってタワーマンションを建てまくりました。結果10万人増えました。でもタワーマンションに住んでる人って30年後いるとは限らないですし、ほとんどの人が引っ越すと思います。でそうなるとタワーマンションって100年後もあるわけではありませんので、いつか老朽化が進んでいく、でもしかしたら廃墟になってしまうかもしれない、誰も住まないかもしれない。だからこそ50年後100年後の未来を考えた私は街にしていかなくてはいけないと思っています。で中央区が評価されているわけじゃなくて、タワーマンションに移り住む人たちってその資産価値が高いから住むんですよね。今ウォーターフロントでオリンピックの選手村の跡地になった晴海フラッグがありますけれども、あそこに住みたいと思うのもやっぱりそのマンション自体の魅力が高いからなんです。中央区としての行政サービスが評価されたわけでは決してないと思いますので、その点もやはりこの中央区というのはじゃあどうやってタワーマンションから逃さないようにするかというか、引き止めればいいのかというような施策を重点的に考えていくべきだと私は思っています。まちづくりの基本的な視点や9つの基本政策という形で中央区も基本計画というものを定めていますが、こういった基本政策は定めてはいるものの、やはりですねこれをなんというか読んでる区民はほとんどいないと思います。基本計画を作るのはもちろん結構なんですけれども、分かりやすい形で発信をしていくべきですし、特に私はある意味子育て世帯に優遇してもいいと思うんですね。そういったのメリハリをつけることも大事であるかなとは思っています。こういった具体的な施策がドーンと書かれた計画があるんですけれども、これも本当に死ぬほど暇な時にでも区民の方は見ていただければと思います。あんまり意味がないものでもありますので、はい。で一応この令和4年度の予算案や行政評価というのはこちら後ほどまた移らせていただきますけれども、どういった予算をつけているのかというのは一つ一つの行政評価で一旦見ていただければと思います。でそれをダイジェストですね、ダイジェストでお話をしますと、中央区の今までの経緯現状についてお話をさせていただきました。でじゃあそれどういった施策に力を入れていくべきなのかといったところで考えた場合、私は3点主な課題があると思っています。ちなみにこれは公式の中央区公式 の, 課題設定ではなくて、私がさまった課題設定ですので、ちょっと個人的な見解というふうに見ていただければと思います。まずやっぱりですね、人口が増えてきた、10万人増えてきたというところで、行政事業もやはり非常にやはり増えています。で今はもうやっぱり私が就任をした3年前は、毎年ですね待機児童、保育園の待機児童が500人以上いました。でこれもですねどんどんと保育園を作ったとしてもそれ以上に子どもたち、そして親たちが移り住んできているので、本当にいたちごっこの状態だったんですね。
700人枠を増やしても、800人子どもが来てしまうとか、まあ、生まれてしまうというのもあるですけれども、どんどんと育ってしまうので、そういったところの、まあ、ニーズというのをしっかりと、対応するために、まあ、ここに一番苦労していたと思います。保育園を作ったり学校を作ったりとか、そういったやはり子育て環境、教育環境の整備というのが喫緊の課題でもありました。やはり医療介護の環境ももちろんないがしろにするわけにはいきませんので、そういった福祉の、環境整備で人が増えるということは、それだけ介護施設も、そして障害を持っている方へ の支援をするべき施設も必要なんですけれども、やはりここで一番問題なのが、中央区というのは土地がないんですね。23区中やはり2番目にちっちゃい、町ですので、そういった土地をいかに有効に活用して必要な施設を作るべきなのかというようなところが、やはり一番大きな課題であり、対応が必要なところであると思っています。で、一方で2番目ですが、その人口構成や居住環境の変化に伴って、対応が必要なところももちろんあります。で、例えばこのタワーマンションがじゃあ建って、まあ、10万人新住民が増えてきました。で、特にこの新住民、旧住民で対決をしているわけではもちろんないんですけれども、町会自治会に、参加をしようと思う方はやはり年々減っています。で、タワーマンションというかマンションに住んでいる方って勝手にマンションの自治会には入っていると思うんですね。そのマンションの自治会自体がその町会の集まりの下に紐付けられているので、まあ、実質的には町会に入っている状態にはあるんですけれども、まあ、でもそもそもマンションの方々って隣の人とそんなに交流を今の時代ってしてないと思うんですよ。タワーマンションに住んでる方も、まあ、ご挨拶をすることがあっても、ちょっとお鍋作りすぎちゃったんだけどって言って横の部屋に行く人って今の時代ほとんどいないと思うんですね。でもそういったコミュニティってなんで必要なのかというと、災害が発生した時なんですよ。で、横の人たちがもしかしたら倒れてるかもしれないとか、扉が開かないかもしれないとか、一戸建てが多い町っていうのはそういった横ですぐに助け合いに行くといった生活スタイルだったりとかコミュニケーションが取れてるんですけれども、やはりマンションに住む人ってなかなかそれがやはり難しいなと思っています。まあ、そもそもセキュリティの問題だったりとか、そもそも入れないっていうのもありますけれども、そういったでも、やっぱりこの住み方が変わった、環境が変わったという時にやはり必要な施策というのが防犯体制だったりとか防災体制というのは、しっかりとマンションに特化したマニュアルを作って、そして研修を行って、そして今の防災対策で言ったら備蓄というのが必要なんですけれども、ほとんどの人は水とか食料は備蓄をしているけれども、携帯トイレも備蓄をしていなかったりとか、もしくはラジオという携帯があればいいよと思ってラジオを導入してなかったりするんですけれども、まあ、でもそういった一つ一つの備蓄をちゃんとしてくださいといった啓蒙活動もやはり必要であると思っています。で、中央区についてはですね、僕は一番ここに力を入れていきたいと思っているんですけれども、やはり中央区が中央区議会っていうとどういうイメージですかね。結構なんか新しいことやってそうとか都会っていうイメージがあるかもしれないんですけれども、端的に言うとですね、僕が今就任をして一番驚いたのがですね、Wi-Fi が通っていないんです。区役所に Wi-Fi が通っていなかった。最近になって LAN 回線で通すようにはなりましたけれども、今の区議会っていうのはですね、電子機器の持ち込みが一切禁止されています。で、23区中今20区で議会でタブレットが導入されました。で、それでテレワークというかオンラインで委員会ができるような自治体が増えてきました。中央区は来週やっとそれやるみたいな話し合いをします。なんて遅いんだと思いますし、でもそれが中央区なんですよ。つまりこの10年間で一気に若返ってしまったけれども、中央区議会 の議員さんって、大体が60オーバーとかだったりとか、であとは町会自治会とかのやっぱりこのトップの人ももう80代だったりとか、そういったやっぱり今までずっと古い町だったんだけれども、急に若い人たちが入ってきちゃったから、対応できないというような状況なんですね。だからそういった行政サービスだったりとか、議会のデジタル化 ICT 化っていうのがすごく遅れていますし、だからこそそこを期待されて私も議員になったと思うんですけれども、そこを進めていきたいというのが一つと、あとそういったやっぱりこう意外と中央区っていうのは変化に対して拒否感を起こすんですね。拒否感なんというか伝統というのを守りたがるんです。
で結果やはりこれ、まあ、自民党的な考え方でもあるんですけれども、まあ、私は進めていきたいと思っていますけれども、やはりあのパートナーシップ制度を進めていきたいとか、そういったあの今の、困っている人だったりとか、あの国の流れっていうのを、まあ、受けたとしても、中央区はあの中央区の考え方があるからといってなかなか重い腰を上げようとしない文化があります。だからこの渋谷区とかすごく羨ましいんですけれども、でもそういったやはり今の環境を変えていくためにやらなくてはいけないことがたくさんあるのに、ましてや今子どもたち一人一台のタブレットを使って教育を行っています。それにもかかわらず、まあ、行政そして議会大人たちが使いこなせないってなんやねんとも思うんですよ。でもそういったやはり人を変えていって、そして今の社会変化意外と変化してるんだよっていうところにちゃんと対応ができるような中央区にしなくてはいけないと思っています。まあ、人口増加による高まるニーズは、やはりこういったこの待機児童問題ですね。まあ、保育園の待機児童問題は今年の4月時点で待機児童が解消しました。つまり保育の定員に空きがある状況になりました。ただ次の問題として、小学校に入ってから放課後の児童の居場所というか学童に空きがありません。でこれもそもそも今更ながら学童を作ることはできない、スペースがないというのもありますし、逆に言うとこの各地域でこの学童保育の待機児童が新たに問題となっています。だからやっぱりこの保育園は、まあ、作ったでも保育園作りすぎちゃったじゃなくて、柔軟にやはりこう対応ができる、まあ、小学生だったりとか、たくさんの児童が使えるような場所を作っていくというのもやはり中国の課題でもありますし、まあ、本年度の予算として民間学童の誘致というものを入れ始めたところです。まあ、そうですね。あとは介護施設等の充実、まあ、在宅医療や、まあ、介護の推進というのもやはり入れていくべきですし、中央区としても力を入れているようなところでもあります。もうちょっとで終わります。人口構成居住環境の変化では、先ほど申し上げました通り、やはり町会自治会を中心としたコミュニティからやはりちょっと変化をしていかなくてはいけないと思っています。例えば私も次のマニフェストに入れようと思っていますけれども、やはり行政サービスというのは大体のものをデジタル化をしていくべきだと思っています。例えば中央区の公式のアプリを作った上で、そこに掲示板みたいなのも入れてもいいですし、困ったことがあったらその中央区、行政に、ダイレクトでコミュニケーションが取れるような、そういったアプリを作っていくべきだと思っていますし、そのために自分も大学院でアプリやゲームの開発を進めてきたところでもあります。そういった、デジタル等を活用したコミュニティの在り方というのは、やはりこうタワーマンションに住む若い世代の人たちが強みとしているところでもありますし、顔と顔をつけ合わすことももちろん大事です。町会や自治会での活動も大事ですが、でもオール中国として活動ができるような、そういった取り組みもしていくべきだと思っています。でやはりこの中国というのもそういった町会自治会を非常に手厚く保護をしますので、例えばその町会自治会とか町づくりの会議があったときに公開されないんですね。まあ、一応一般公開はされますけれども、いつ、どういった会議があるのかっていうのが、例えばオンライン中継がされないとか、もっとアクセスしやすくしていくべきなのに、町会自治会というのは未だに結構なところでアナログです。でかつ例えば僕がですね、こういったことをやってくださいとか、町の人たちはこういうことをやってくださいと言っているというふうに、行政とか中央区に提言をするんですね。それは町会や自治会の意見なのかどうかとか聞かれたりとかですね、やはりこの行政というのはこの町会自治会こそが町の代弁者、町の声だというふうに思っているんですけれども、今の時代はそうではないとも思っているんですね。各一人一人の区民が直接行政に声を届けることができるような、そういったシステムを作っていかなくてはいけないと思っています。で加えてやはり先ほども申し上げましたが、今後は人口流出を防がなくてはいけないんです。でそうなった時に、マンションの価値というのはだんだんと下がります。でもやはりだからこそ人口というのは今後どっかのタイミングで減少に転じると思います。もちろん土地も限界がありますので、そういったところに住み続けたいと思ってもらえるような町にするにはどうすればいいかというと、やはり行政サービスを他の区よりも手厚くするしかないんですね。だからこその兵庫県明石市の泉市長はすごいと思っていまして、その人たちが住み続けたい、子どもたちが住み続けたいと、あるいは子育て世帯の方々が住み続けたいと思ってもらえたら、
基本的にはどんどんと人口が増えていくんです。で、そういった子育てに特化して町にしていったら若い人たちが集まって、そして働き盛りの人たちが増えるから税収も上がる。そして上がった税収の分を、介護だったり他の福祉に使うことができると、そういったより良い循環をしていかなくてはいけない。行政サービスをもっと進化をさせていかなくてはいけないと私も思っています。で、先ほど申し上げた社会潮流の変化への対応については、さまざまな施策を中国としてもやっていますけれども、やはり今後一番開発の面で大きな、トピックスになってくるのは、晴海の街づくりと、築地市場の跡地、そして、首都高の今地下化が進んでいます。そして日本橋を中心とした首都高の地下化が進んだ後、この上の首都高の部分についてを取り壊しをするのではなく、それを、緑の回廊にしようと思っています。で、中国が率先してその銀座とかを空中回廊、スカイコリドーと呼んでいますが、そういった観光面でも使えるような街にしていきたいとしていく予定でもあります。で、未来の話をすると、あとはもう、新しい地下鉄の誘致もしようと思っています。東京駅、上は、東京駅から、羽田空港まで通じるような、そういった地下鉄の誘致を進めようともしています。とにかくですね、交通アクセスの、さらなる改善というのは、中国の課題でもあります。で、何もやっぱり人口がやはりいきなり10万人増えてしまうとですね、電車だけじゃかつらの賄いきれないと。で、タクシーとかバスを使うにもやっぱり道路が渋滞をしてしまう。そういった中でその交通アクセスの改善というのも中国の課題でもあります。そしてそういった社会潮流の変化への対応というのも中国の課題ですし、私が取り上げて率先して解決をしていきたいところでもあります。特にこの ICT 関係の部分、そして教育の部分については私も専門としてきましたので、中国の施策としても何点か中国の予算の中に入れてもらったことも何点かありますけれども、そういった議員としての活動も踏まえた上で、しっかりと中国をより良い街にしていきたいとも思っています。で、これからその事務事業評価、行政評価のチェックを皆様にもしていただくと思いますが、なるべく私も分からないことだったりとか皆様から気づかせていただくこともたくさんあるかと思いますので、ちょっと今30分ほどお話をさせていただきましたが、大体の中国の今の現状と、で、今どういったところに課題があるのかというのを大雑把に分かっていただけたと思いますので、それも参考にしていただいた上で、この中国に対するぜひ辛辣な意見をいただきたいとも思っていますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。私からの話はこれで一旦終わらせていただきます。ありがとうございました。高橋君、ありがとうございました。それではですね、ターン2に移りたいと思います。まず、今は45分くらいなので30分ほどですね、グループを作っていただき、中国の事務事業評価の方を見て検討していただきたいと思います。ですね、中央区行政評価 と、検索するとすぐ出てくると思うので、そちらを見てください。中央区は比較的事務事業評価は個別評価を結構出しているので量もかなり多いと思います。見つけられる限り見つけていただければと思うので、まずはちょっと近くで、5、6人ぐらいのグループを3つぐらい作ってもらえればいいですか。はい、では皆さんよろしくお願いします。